有田町で初めての町民栄誉賞が贈られたのは、有田町下本の障害者支援施設職員、岩永義嗣さん、60歳です。岩永さんは去年、佐賀市で開かれた県の陸上長距離の記録会に出場し、マスターズ陸上の男子60歳から64歳のクラスで、3000メートル9分21秒38を記録したほか、5000メートル、それに1万メートルの3種目で世界記録を樹立。町民に希望と活力を与える顕著な成績を収めたとして、今回の賞が贈られました。本当に身を引き締まる思いでいるんですけれども、今回のこの受賞を機にですね、また、次の挑戦にですね、向かって、頑張っていきたいなという気持ちを持ちました。岩永さんは現在怪我で調整中ということですが、さらなる記録更新を目指したいと決意を新たにしていました。